進化用ダンジョン上級でございます。行っちゃいますか。行っちゃいましょうか。行けますかね、これ勝てますかね。結構慎重に戦えば、でも前勝てましたね、上級ね、うんうん、勝ったか、うん、結構時間使ったやつ、なんか2体分けて戦いましたね。ああ、え、まさか2体いるのかな、これ。じゃあいない。今回2人が離れてくるんじゃ、2体が離れてくるんじゃないですか。やばい、立ち悪い本気出すわ。マミュートン君が来ない。あ、ごめんなさい、今回復力をちょっと倉庫から。ショートカット微妙に直したいな、まあいいや。マミルトン君待ち。その時、鳥は。高橋君、ちょっと私の周りをくるくる回るのやめてもらっていいですか。ハトを召喚。ニワトリか。いやー、やっぱ鳥は男性アバターだよな。普段は女性アバターに対して、あ、来てた来てた、行こうか、開始。左から、もうあれだよね、ちょっとずつ攻撃してちょっかい出して、こっちおいでっつって、こっちおいでって、こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで、みんなこっちのさ角に集まろうぜ。あ、ほら、お前らおい、お前ら来い、ほら、お前ら来い、来い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 、ほらみんな来るぞ、みんな。ほら来い、あ、本当だ、集まってきた、来い来い、バーン、バカめ、バカめ、バカめ、間抜けなペンギン野郎。ひどいな。ペンギンに対してそこまで冷酷になれる人もそんないないっす。バカめ。可愛いからって調子に乗んじゃねえ。なんだっけ、ペンギンの自負動画ですごい面白いやつあります。何、ペンギンの自負動画って何？ピング？ピング？ピングじゃない。一体がなんか立ってて、その後ろから、あの氷のところでペチンってボチャンってやるやつでしょ。ペチンってやったらそのペンギンがピッて倒れてなんか落ちちゃうんですよ、氷の中に。うん、あれすごい面白い。あれすごいよな、愛らしいよな、ペンギンらしさがあるというか。あれあとバリエーションがあるんですよ、いっぱいある。落ちないバージョンとか。あ、落ちないバージョン見たことないな。こいつ意外と渋てえな。意外と渋てえな。またあの角に集めようよ。そうですね、呼び出そうよ。そうですね、ちょい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 、はい、こっちこっち、はいはいはい、ビッチ、はいはい、こっちこっち、はいはい、ここここここ、ふい、なんか集まってきてるもん、ふい、ほら、おいでおいでおいで、こっちこっち、おいでおいで、うん、本当バカだよ。単細胞で。単細胞。マミルトにばっかり群がりやがってこいつら。舐めとんのか。バーン。地味に HP が削られて。任せろ。ペノン伯爵。これ名前誰決めてるんやろな、星野さん決めてんのかな。伯爵でいいんじゃないみたいな会話とかしてんのかな。伯爵でいいんじゃない。伯爵は前出番ありました、一回。いや、まだ使ってないはずだよ、伯爵は。タキシード仮面にするみたいな。懐かしい。ズゴーンって派手にスライディングタックル。シャー、どうなんだ。さあ倒そう、多分結構強いんじゃない。あ、色が、あ、お色直ししてる。おう、あ、カクテルドレスに20万円。何何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 何の話。いや、お色直しのドレス代がだいたい20万円とかするっていう。20万かかったんでしょうね、ここで。せや、
こいつも名前は変わらないんだね。あ、すげえ食らった。ライリーさん。ライリーさん。ちょっと、遠目からじわじわ行きましょうか。うん、じわじわ行こうぜ。あぶね。おお、もうすぐ食らう。どれぐらい1000とか食らう？いや、600でした。ああ、それ600か。600はでもでかいな。2回かまされたら1200だからな。あぶね。あ、やばい、めっちゃ狙ってる。強えな、こいつ範囲。強いっす。全然届かねえ。止まれよ。少しは。これ強いぞ。止まれよ。止まってほしいですね。誰かが。痛い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 、やべ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 。え、これ めっちゃ強くない？セルフポーションしなければ。うん、セルフポーションで必死に食いつながないと。え、全然こいつ HP 減ってないんだけど。減ってないですね。いまだかつてかなりこいつ強敵っぷり半端なくない？魔法炎症中にこの食らうのがなんとかしたい。危ない危ない。え、減ってないぞこいつ。あ、やばい、私死ぬかも死ぬかも。やばいやばい。鳥、おい鳥。こいつマジで強えな。本気出してきたな、うん、6月、うん、6月本気出してきた6月。1年も半分終わるからな、うん、うわ強え。てかべマジで強えこいつ。回避は無敵、回避は無敵、回避は無敵、回避は無敵。おいった。ちょっとみんな、あ、いった。貴様マルト、なぜそこで今棒立ちになっていたのか。スキルで遠距離攻撃を入れてきたんですよ。あ、なるほどね。範囲攻撃ばっかりやったんです。あいつ、あの氷のなんかヒャダルコみたいなやつ強え。痛い。ちょっとこれきつい。私セルフポーションがもう痛い。そのヒャダルコ無理。やっと半分ぐらい。これあの戦いに参加してない外の人がメールでポーション送ってくれたら我々受け取れるんですか。え、わかんないです。やべ、ちょっと今なんか熱風みたいなやつで1000くらった。いや、1000くらった。熱風みたいなやつ1000くらった。遠距離攻撃。あ、でも半分ですよ。もう頑張ろう。やばい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 。死ぬ死ぬ死ぬ。 HP100 HP100。 ワンツースリー。いつも私さ結構目分量回復なんだけどさ、中ポーションって何度け500回復すんの。500かな。500のはずです。いやー、あとちょっとでみんな頑張れ。これきつい。痛い。みんな大丈夫？ポーションは22個しかないです。私ね、あと4つしかない。少ない。高橋くん生きてる？生きてます。みんな頑張れ。じゃあ私もちょっと行こうかな。このヒャダルコ嫌ですね。あれヒャダルコ怖いよな。しんど、骨を拾ってやるぞ。骨を拾ってやるぞ。マミルトンが今栄翔してる。いった。なんでそんな遠距離で来んだよ。ああ、もうそれやだ。この日のやつもきついよな。うん、なぜ死んだ。あ、やばいやばいやばい。HP ギリギリ。あ、やばい。感染モードな。感染してていいよ。我々が報酬を、まあ、見るとき山分けさせていただくよ。ほっ。ボスは倒して、倒せなくてもね、あの、あー、ペンペンがね。うん、ペンペンがね。しょ、ヒットアンドウェイ。ヒットエンドランだよ。やべやべ。あっ、嘘。はい、マミルトンが死ぬって結構な。 HP 結構マックスあったのに炎症してて逃げれなかった。ああ、大地か。ニワトリ
鳥 VS ヒャダルコは食らわん。せやなんであれヒャダルコ懐かしい。せやよっしゃー、ナイス回避。このそっか、今日1個もらってたじゃないですか。1個ある。それでこの超時間かけるパターン、すごい。今私の死体の上でガンガン戦ってるから今生き返りたくない。やられる。安心しろ、もう私がとどめ痛い。ポジション大好き。これ今生き返って何かメリットはあるんですか。あんまりないんじゃない。最後の報酬がもらえるかどうか。さあ今あさっての方向に剣を切ったぞ。おマイルドンが一回行ってきた。さあ高橋くんはもう感染モードだ。僕ねもう感染モードですね。大切なマスク。いや痛い。私がウォーリアーなのに全然前線で戦おうとしてないっていうこのチキンプリ。あ鳥か。チキンうまい。骨なしチキンのお客様。骨なしチキンだ。はっおら、ああ空振り、バーン、おお、回避と見せかけて届いてね、届けよ、届けよ、まあミルトン様様やで、届いてねえし、まあミルトンだけに、あれ意外と中だと食らわないね、今思った、今当たった。おああやばいやばい、逃げる逃げる逃げる、ポーションがもうない。村井のポーションは尽きた。自然回復に任せるしかない。ヒットエンドラン、おらおら、なかなかあそこから減らないですね。あやった、おーイエーイ。なんかほとんどマミルトンのを見てた。マミルトンのを見てたわ。いやー強すぎ。でも上級クリアしましたね。クリアしましたね。さあ報酬もすべて受け取った。これ私たちは一体どうなるんでしょうか。あのウサギの間みたいなとこあんのかな。ウサギの間みたいなとこあるんですよ。いける上級までクリアしたら。いや多分ペペンたちを数クリアしてればいけます。足らんか。足らなかったらもう一回初級か中級行ったら次クリアできそうですかね。あと何個かな。あ私あと男爵一体。ああ惜しい。ここまで行こうか。初級レベル行きたいですね。見たい。男爵一体、男爵一体。進化ダンジョン募集初級。 あと公爵を6体や。私公爵一体、男爵二体。男爵一体。じゃあ私と、ま、村井さん終わったらもう、うん、狩らずに見とくよ。高橋くん待ちで。チミの働きを。チミの。来たな。行くぞ。高橋くん絶対こうバーって攻撃した後勝っていったら高橋くんも完歩されます。さあ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 。集める方式ですか。ああ集めましょうか。お前ら来い。来い。来い。ほら。すごいなこいつら、クラッカーバンバンしてる。さあ来い、こっち来い、高橋来い。おい目的を見失うなお前ら。ちゃんと集中しろ。こっちだ。集中しろ、集中。せいせい、集中。もうこの野郎普通に殴りに行ってるもん。ほら。あれ、高橋くんが退出しました。ん？嘘。え？退出しました。私。マミルトンログアウト。でも私討伐銃で終わりましたよ。てか普通にいるよ。いる。マミルトンいるよ。なぜ？メッセージが間違えてた。なるほど。てか2人ともリチギにさ、マックス村の缶バッジずっとつけてんだよ。え、村さんつけてないんですか。え、私、あの売った売った、早々に。持っていっていいですか。マミルトンヘッド売りました。あれ7万ですよ、確か。はい、そう、マミルトンヘッドだけ7万。我々なメガネとか1なんだ。1なのにな。
よ。早々に売りました。ほら倉庫がさ圧迫されるからさ。ただマミルトンヘッドだけはねちょっとね結構悩んだ。どうしようかな。マミルトンヘッドもうなかなか手に入れる機会なさそうだしな。ただ鳥の頭があったから私にはちょっと意外とね迷いはそんなに多くなかった。あ、うん、鳥が欲しい。鳥がいてくれた。あ、私10体来ました。私も10体いったぜ。僕あと4体なんですよ。ペペン公爵。ペペン公爵。あ、こいつペペン公爵だよ。こいつ倒しないよ。えいえい。ペペン公爵。よし、あと3体でボス。さあ行こう。じゃあ高橋くんがボスを。入れない。いまいちいつも。置いてきぼり。なんでだろうな。さあじゃあ。耐攻撃がないからですか。耐攻撃あるか。あるある。さあ高橋くんとマミルトンが、これ初級でしたっけ。初級でーす。あっという間でーす。さあ高橋くんとマミルトンが戦っております。カメラ目線で私は待っていますね。もうほら あっという間にこれね、ほら倒しそうだから。私とか何もする必要がなさそう。ほら戦ってる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 。おお、くるくる回ってる。神父か神父か。おお、バタンいったね。バタン、バタン級。これ報酬とか私最後ボス殴ってないとあんまりないのかな。 あ少ない。報酬露骨に少ない。報酬これ上級も初級も変わんないっすよ。中身変わんないね。数的に全然変わんない。さあクリアだ。いけー。あ、いけるのか。この部屋に入れる。行ってみようぜ。まず報告しなきゃ。僕は見てますね。高橋くん見てて。お二人のね、祝福の地。二人であれしてくるわ。あれしてきてくる。 3000JP 3000ジョブ経験値。はい。でクラッカー回収レイドクエスト、ワールドクエスト、クラッカー回収レイドクエスト。はい。まあそれはじゃあ受注だけしとこうか。お、クラッカー渡さないといけないか。3万個渡さないといけない。でみんながすでに今1800渡してる。あー、なるほど。みんな早えな。早い早えな。みんなじゃあ行こうか。はい。マミルトン君と2人であの地に行って、あの地に、高橋君無視して。で私はここだけリベールだけど、マミルトン君はあれでしょ、なんかアストリア。ノクトワール。ノクトワール。はい。じゃあノクトワールで会おう、はい、ノクトワールじゃない、あのカの地で会おう。祝福の地で会おう。どんなんなんでしょうか。ここや、うん、入れます。なんかすごい2人ガッツポーズしてる。入れます。あれ、え、おや、おや、何のクエストだろうな。私どうなんでしょう。マミルトン君はいけるかい。私もう一回ちょっとクエスト確認しに行くわ、はい。どのクエストだ、あそこの祝福の地に入るためのクエストは、うん、あ、これはいけなさそうな。お、マミルトン君もまだ、うん、下がピコーンとなってないです。なってない、はい、入れない。どれなんやろな。どれなんでしょう。クエスト祝福の地、パーティークラッカーですかね。パーティークラッカー。あ、祝福の地解放の準備のためアイテムの回収をお願いします。じゃあこっちだ。じゃあ私たちもちょこちょこやりますけれども、ね、皆さん頑張ってねと。とりあえず私渡そうか。パーティークラッカー8個分、はい、8個分渡します。報告、イエーイ。パーティークラッカー何個あるかな。じゃあもうパーティークラッカー集めるたんびにここでこうやって渡すんだ、うん、え、私たち今さ30分ぐらいやってパーティークラッカーせいぜい20数個じゃないですか。10個です。10個、8個、何個、まだ渡してないでしょ。だからせいぜい20個ぐらいですよ、はい、で、あのメンテが開けたの4時じゃないですか、うん、今5時だから1時間じゃないですか。ここ1時間で皆さん早いっすな。さっき見たとき1800円の、今1900だった。すごい勢いで今パーティークラッカーみんな集めてる。でもパーティークラッカーか渡すクエストはさ、あの初級上級進化ダンジョン、こっちの、うんうん、アイリスさんのところでさ、進化用の初級中級超級、うん、
初級中級上級これクリアしないとあそこ行けないわけじゃないですか、はい、早いなみんな早いすごい。じゃあ続きはまた次回ということで。そうですね。では次回約束の間、うん、なんだっけ祝福の地祝福の地祝福の地でお会いできたらと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますのでそちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます、この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますのでそちらからどうぞダウンロードで